まあここで4両にしないと先代が混む、仕方ないんでしょうね。米沢泉のフィールファイン TV、 鳴子温泉駅ですね。鳴子温泉今日3連泊、旅館菅原鳴子温泉のね、最終3泊目チェックアウトいたしまして、800メートル上り坂を登ってきてこちらです。ここまででのんびりの温泉湯治、富士湯治はおしまい。ここから JR 東日本株主優待最長営業キロ大型切符の旅8日目の開始となります。はい、まず山形の特急券買わないとね。はい、鳴子温泉駅の緑のある口で売っていただきましたね。今日買い忘れてましたね。山形から東北温泉の福島まで自由席特急券、山形エセ新幹線の自由席特急券、新幹線ではないのでただの自由席特急券でございます。ここで買っとかないと差別自治体山形県にお金を落とすことになる、直接ね、難しいなのでこれを買いました。さあ3番線発なのでそちらまで移動しましょう。はい、ちょうど入線してまいりましたね。はい、JR 東日本株主優待最長営業キロ大型切符の旅26キロ目継続、陸羽東線新庄行きに乗ってまいります。3番線に入線です。もう完全にフィービスっぽい感じですね。はい、運転手さん交代です。なりました。もうガラガラなので両方ボックス。新緑始まりました。もう平日のこの運転でも旅行するって完全にあれだね、もう格好輸送用と割り切ってるところだったんで、有限な新緑でございました。
まあ、その完成並列の、ね、こちら側が南新庄ですということですね。はい、イオンも止まってますね。編成止まってましたね。はい、というわけで終点新庄駅で JR 東日本株主優待最長営業披露大型切符の旅26系路もおしまいです。ちょっと時間がありますので一旦途中下車をしましょう。新庄駅、越後川口駅と似た枠線ですね。なんとも独自の形でございます。シャチハタ、ちょっと出札口、改札口に常備されているというね。はい、感染防止の対策が激しいですね、これね。ということで、ちょっとこの辺でくつろぎましょうね。山形かっこ付き新幹線が新庄で延伸された時に建設されたこの高級ワニ川製のね、観光物産館ということなんですけど、駅とは同じ屋根で直結していますが放送が入らないっていう致命的問題があるっていうね、ここのこの待合スペースは何のためにあるんだっていうね、いろんな疑問符は浮かびますが休憩で使わせていただきます。ただだからね。はい、新庄駅から JR 東日本株主優待最長営業キロ大型切符の旅27系路目にあります。奥羽本線の終わりです。まあ、奥羽本線の終わり、あ、下り1箇所あったね。下り上り上りですね。折り返し始発山形行きです。JR 東日本株主優待最長営業系大型切符の旅27キロ目継続ですが、7分差でここ始発の山形、線在来線特急始発の翼号に乗り換えでございます。7分差でございます。はい、では切符を取り出して入居をいただきましょうか。はい、新幹線乗り換え改札、友人窓口にて、スタンパー括弧新幹線の山形駅のスタンパーいただきましたね。ありがとうございます。では乗ってまいりましょう。1番線から始発山形線在来線特急翼142号東京行きです。ただいま一番線に停車中の列車は13時4分発翼142号東京駅です。ガラガラですね。ただいま一番線に停車中の列車は13時4分発翼は閉まってます。はい、これで27系路目がね、末端の終端の福島目になります。はい、後ろの方に福島に着きますからね。見るだけ前に座りましょうね。
誰がどう見ても北海道新幹線対策でしかないやつです。さあそして下りホームに入ってきた上り翼さんですが、ここから連結作業のため2度止まるはずです。これで JR 東日本株主優待最長営業キロ大型切符の旅27キロ目黄金線が完走しました。さあちょっと時間余裕なのでちょっと普通に途中下車したいと思います。福島駅 の三角型のね、有人改札こちらで、出場ということで穴開けと何すかこの桃の乗車記念いただきましたね。あと、東高線の括弧北が書いてある、手彫りの福島途中下車いただきました。さあ駅そば行ってますかね、ちょっと見てみましょう。はい、福島駅西口駅ビルピボットの1階にあります松月庵さん。あれ立ち食いコーナーの入り口が変わっちゃったよ。どういうことだこれ。謎でありますね。これはどういうことでしょうか。明らかにあれですね、立ち食い形態に業態変更したんだね。これね、座る席があるのでちょい飲みとかができますけどっていう感じ。なるほどね。さあじゃあいただきましょう。メニューが増えてるってことかな。時間はね以前と同じようにちょっと普通のところや長めにかかりますが、福島駅西口駅ビルピボット1階の松月庵さんのかけそば400円です。明らかに前より麺が細くなった気がしますね。これはどういうことでしょうか。そしてあ、はい、胡椒を浮いてるのが健在ですね。胡椒はバッチリ浮いてますね。はい、いただいてみましょう。食べる前からそばの香りがするというちゃんとしたね、うまです。まあ6割ぐらいだと思いますけど。はい、以前より柔らかめの茹でになった気がしますが、美味しいね、やっぱね。松月庵さんのかけそば400円、4分で完食会員いただきました。これね、だしもね、前よりちょっとだし、塩味
が薄くなって、出汁は相対的に濃くなってる気がしますね。いろいろとリニューアルされてるってことなんでしょうか。今後も通いたいと思います。何よりそばが美味しい、そば店が美味しい。ごちそうさまでした。はい、4番線から間もなく出ますね。将棋さんさん出てからトイレでちょっと歯磨きさせていただいて再入場してこちら。というわけで JR 東日本株主優待最長営業規模大型切符の旅28キロ目東北本線、今度は下りですね。4月の白石行きです。見れ、そう、去年7月は仙台行きだったのが白石で日中は系統分割されたってやつですね。はい、終点白石駅です。ここが去年4月の全国 JR 最長とは違うところで、今年の3月のダイヤ改変で、系統分割されましたね、昼の運行がね。ということで JR 東日本株主優待最長営業記録型切符の旅は28キロ目継続東北本線の下りで、間もなくやってきます仙台行き折り返しのね、こちらに引き継がれます。さあ、そして白石駅っていうと途中下車がめちゃめちゃ変な様式なんですけど、もらってる暇があるかどうかですね。五線橋の向こうなんでね。なさそうですね。残念でした。もう最高の枝なんですけど、まあ懸命面積使いまくるけどね。まあ2両編成でもね、ガラガラでしたので、まあここで4両にしないと仙台側ホーム仕方ないんでしょうね。仙台行きです。はい、岩沼駅で乗り換えますね。 JR 東日本株主優待最長営業記録大型切符の旅29キロ目となります。常磐線の上りです。原の町行き、あ、後ろがロングだね。どうしようかな。まあ前混んでるから、はい、こちらで相馬まで乗ってまいります。途中下車にもらったので余裕でもらえたんですけど、もらいませんでした。はい、相馬駅で降りました。あれ、これあれですかね、特急もここですかね。だとすると、途中下車数に人を荷物を置いていった方がいい気もするが、それはやらないでちゃんと真面目に途中下車をしましょう。はい、相馬駅の改札口で、いただきました。途中下車にちょっと分かりにくいですが、これはあれですかね、会津若松に次いで2度目の JR 東日本共通様式の旅客営業取扱い基準規定の様式よりちっちゃい、指定されているのでちっちゃい車掌旗ですね、いただきました。さあ、というわけで特急を待ちましょう。はい、相馬駅から JR 東日本株主優待最長営業キロ大型切符の旅29キロ目、継続です。特急日立26号品川行き、チケットレス特急券で乗っております。乗っております、乗るんです。2分遅延ですね。なぜでしょう。100円引きで2140円ですね。ドアが開きます。ヨシートマップよりはすぐに乗ってないってことは、やっぱ日立ぐらいから乗ってくる人がバカバカ出るってことなんですかね。はい、あ、緑ランプついてます。7A ですよ。
あ、結構ここから乗りますね。ドアが開きます。乗れるわよとか。はい、水戸駅で途中下車しまして、 JR 東日本株主優待最長営業キロ大型キットの旅29キロ目が終わりました。そして本日の行程ここでおしまいで、かつこれでですね、延々と、柴田から続いていたね、去年7月に回った JR 最長大型切符と全く同系路というのはここで一旦終わります。さあ、そして今日は納豆料理食べに行く予定だったんですけど、なんかあれですね、マンボウが延長されてる、あれ違うな、県独自の、自粛要請が継続してるはずなので、あれですね、ダメっぽいんだけど一応確認しましょう。はい、水戸駅のこの謎のイルミによって、このエントランス改札の入り口のこれによってもう色がめちゃめちゃになってますが、一応こちら練馬区と、はい、水戸駅、小さなシャチアタですけども、本当は民調なのでね、JR 東日本独自の共通様式ではないですね。栃木社員無事いただけました。さあ降りてまいりましょう。本当に変な色だな。はい、びっくりですね。今天満行ったら普通に営業してましたね。なんか他の店は全部コロナ対応なんてやとか貼ってあるのに、何も貼ってなかったので、ぶっちゃけ強行営業じゃないですかね。てか堂々と強行営業ですかね。でかつお客さんもそんなにいなかったので、安全なら、まあ割と安全ってことはないですけど、まあなんとかなるかなってことで行くことにしまして、駅から300メートルこちらのビジホにまずチェックインしてから、身柄になってから向かおうと思います。はい、ビジホの水戸駅から300メートルのビジホの、またこれもなんかあれ五角形の部屋ですね。はい、高知を思い出しますか、3月の、まあここはもっと広々してますけど、電気がつかなくてなんかすごく暗いというね、謎仕様になっておりますね。スタンドあるんでそれで明るいってことでしょうかね。はい、じゃあ荷物も置きましたのでトイレ行ってから天満さんに向かいましょう。まあ逆に言えば予約の必要なかったのかもしれませんが、ビジホから200メートル戻ってきて天満さんです。12時までやってるって書いてある。はい、ではまずは何を、まあ、生ウェイですね。腕モルらしいモルスとしか書いてない。ほぼ息じゃないかっていうぐらいブワーですね。はい、そしてこれは何でしょうかね。ワカサギじゃなくてワカサギキビナゴのフリッタで、多分アサリのしぐれにエビですね。はい、茹でる。はい、ありがとうございます。アサリ、こちらアサリですかね。ん、卵入ってる。白子ですね。あ、卵。シシャモだ。カラフトシシャモでした。はい、そしてクイックメニューとして、すごいやっぱりクイックに出てきましたね。キムチ納豆でございます。はい。これから混ぜ混ぜしないとね。はい、混ぜ混ぜしましたよ。小粒だね。小粒の納豆です。納豆オムレツになります。はい。で、次々と来ておりますが、早いですね。ということで、そんなにキムチの味がやっぱり納豆がある程度覆いかぶさるね、ネバネバはね。なんでこんなに塩味強くないのか、むしろキムチがマイルドか。米沢はココイチで10から食べるとき納豆を絶対入れないのは辛さがまず、ね、減るからですね。はい、あっという間にいろいろ来ちゃいましたね。はい、こちらオムレ納豆オムレツですが、これね、本店の方でね、地下1階の本店の方で食べるとね、すぐ隣にあるんですけど、これはね、和風あんかけなんだね。このね、2回転でかけるとトマトケチャップなんですよ、これね。はい、ネバル、これぞ納豆オムレツです。ケチャップとも意外と合うんだね。美味しいです。焼酎が合いましたけど、
地下の天満宮の方にはあれですよね、地場のね、茨城県産の芋焼酎あるんですけど、こちらはなくてほとんど九州とかあと山梨っていう代わりの名前もしてる、地場のがないので、まあ日本酒ってことで霧つくばです。霧つくば純米。なんだこれ、米の味と酸味が支配している淡麗辛口ですが、米出汁がめちゃめちゃ濃い。辛く淡麗じゃない、違う違う、濃純辛口だね。米出汁がとんでもなく濃いですけど、後味にはそんなに残らないけど、割とでも割と米の味で刺さるような感じですね、最初からね。はい、ということでこれ納豆向きかもしれないですね。あ、これ納豆食べますね。ね、昔のうんちくとして当時の人は昔ね、納豆絶対食べちゃいけない、なぜならば、乳酸菌より納豆菌が強いので、負けてしまうんですね。酒が死んでしまう、納豆菌、納豆ほんのちょっとでも入ったらアウト、よって納豆食べなかったっていう。そんなの一般消費者エンドユーザーには関係ねえ。合いますね、この濃純辛口の。まあ納豆かけご飯食べてるのもんですか。暴論でした。はい、訂正です。さっき超濃純とか言ってるけど、米の味がね、後味でなんか最初にバーンって刺さって後まで下の奥でより残るのでね、なんか濃純な気がしたけど、やっぱ淡麗ですからこれ、どっちなんだ、なんのこっちゃですか、すいません。そして納豆をかき揚げですね。正直大葉と納豆しか入ってないっていうね、あまりにこうね、エクスペリメンタルなね、かっこいい料理ですよ。はい、パリパリに揚がってる表面はね、中はもうねっとりの感じになりますけど、はい、はい、こんな感じです。納豆と大葉だけです。天つゆ、うまい。ここね、納豆の天ぷらもね、まあ、ねないんだよね、確か。納豆の天ぷらなくて、納豆大葉揚げっていうのがあって、まあ大葉の上に納豆ペースト状に乗せて揚げてるのか、混ぜて揚げてるのかの違いなんだけど、ここね、熱も通っててもね、ぬめりがね結構残ってていい感じです。納豆唐揚げですね。これも二度目食べますけども、このどうですか、この割り切りすぎている謎の固形物。多分これあれですよね、俵型っていうか楕円、断面の長い棒に巻いて、なんか多分冷凍してスライスしたんですね。でそれを揚げていくと、味付きだそうです。これはこれはこれはまるで納豆のステーキや、なんのこっちゃ、納豆ステーキ的な味になるんですね。はい、大変納豆まみれになりますが、特にこれ味の濃くて、私前頼んだ時これ気に入ったので、今日も頼みましたということです。そして、日本酒切りつくばありまして、十王蔵ですね。はい、ちょっと売れ気味な感じがしますけど、あれですね、なんか面白い甘さが、なんか山あい的な甘さがありますね。熟成しただけの、はい、割とやや甘口ですかね。で、淡麗、はい、淡麗やや甘口、スッと余韻消えるので、これもまた何でも合いますね。納豆ピーマン揚げですね、はい、つまりこれはピーマンの肉詰めの肉が納豆になってるってことだ。こうテカテカでね、はい、うん、まあこれは味は納豆足すピーマンとしか言いようがないです。うん、納豆がやっぱり甘く感じますね。はい、納豆がそろそろ当てはいいかなというところですけど、切りつぶを置かれてましたよ。
知ってね、まだアサリのしぐれが残ってますっていただいてますよ。おー、最初のアタックとその後後ろに隠れる、隠れて後ろの方で、下の後ろの方で残る余韻の米、それ以外の味がないから確かに淡麗っちゃ淡麗ですが、濃純だけどね、最初のアタックはね。そろそろ納豆はね、打ち止めということでね、メヒカリの唐揚げ440円ですか。これメヒカリでかくないですか。こんな高いメヒカリ食べたことないぞ。いただいてみましょう。まずは何もつけずにいただきましょう。福島浜通りから茨城といえばメヒカリ。身が溶けて油とともに、身がズルズルの旨味、そして油、そして綿が来た。この重曹的な味が最高ですね。タレはいらないんじゃないかな。でもポン酢だから一応つけてみるかな。あ、はい、ポン酢を入れると、はい、より上品になりますね。はい、メヒカリ本当に美味しい美味しい。天正さん会計5852円で締めました。これまではね、締めのご飯として納豆チャーハンとかね、粘り丼食べてましたけど、すいませんはい、今日は締めは食べずにメヒカリで締めた。それはそれでいいですね。予想よりも安くしました。まあなんか一品あたり400円未満ですからね、納豆料理はね。あんだけ食べてもという感じでした。というわけで本日の動画はここまでとさせていただきます。明日は明日で、また明日の風が吹く、なんのこっちゃ。明日は9日目 JR 東日本株主優待最長営業記録が9日目ですが、明日は帰宅になりますね。そして帰宅した上で、あさってから日帰り3回ということになります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。